世話になってます。お願いします。ちょっと格好つけました。何がそんなだけ今日はですね、ちょっと朝からこんなことがありました。皆さん、目覚ましってどうかけてますか？普通にあのスマホの。そうですよね、スマホに頼りきりですよね。なんかパッて見たら、たまたま目覚めたんですよ。2時ね、50分ぐらいだった。え、アウトじゃん。そう、なぜかっていうとiPhone のソフトウェアアップデートが、あー、そんなことがある、始まってて、おいおいおいと、今日俺はサーフに行かなきゃいけないのに、今日に限ってソフトウェアアップデートはしないでくれよって思ったっていうね。まあそんな朝でした。というわけで、いきますか。来ましたね来てくれてるっていうか、もうもうね、キラキラキラリーを今ちょっと寄せたんですけど走って入ってくるやつ。そうそうそう細かいとこ見てるな。ひらちゃれひらちゃれのね、シーズン5も始まってますんで、ひらめ100枚プロジェクトっていうのやってるんですよ。なるほどですね、はい、100枚 SNS に投稿していただいて、100枚カウントまでいったら参加してくれた人にはなんかあるよっていう、ハッシュタグひらちゃれっていう。なるほど、ね、なるほど。シーズン5なんでね、僕らの動画ではまだゼロなんですよ。じゃあ今日が記念すべき1枚目ということですね。ゼロを1年しに待機しに来た。やりましょうやりましょう。この辺からいきますか、はい、今日はですね、遠浅サーフ、いつもね静岡の方は深場でやってますんで、秋の釣りもできると思います。楽しみっすね。僕は朝一は後ろで行きます。あ、後ろっすか。薪の釣りって振りをしてるんだよ。そうなんですか。2つの愛があって、前はね薪の釣りと聞いてますんで、全然後ろでもね負けるんですよ。あー、なるほど。ローリングがちょっと抑えられてるっていう。まあ、静岡の感覚でやったらすげー浅いわ、やっぱり。カウントいくつぐらいですか？カウント2とか。2とかで、ね、また静岡サーフとは趣が違っていいっすね。遠浅も雰囲気がねすごいいいっすよ。なんか触ります。本当ですか？本当ね、なんか触ります。今ね、多分メインとかなんかな。ちなみにいつもの深場とこの遠浅ではなんかこう意識することはやっぱり変わってくるんですか？レンジですね。あ、レンジ、そうですね。深場のサーフと違って、本当にね、遠浅さんの時ってすぐに着底してしまうんで、巻く速さとかをちょっと気にしましたね。あ、ポイントが広いですね。もう左から右端まで何にもない。じゃあちょっといい時間なんで、僕も投げていきたいと思います。はい、というわけでですね、開幕はこちら、サンキューフォーナンバーワンってことで、僕の影響かどうか分かんないですけど、売れてるみたいで、2019年の炭酸水市場ではね、ナンバーワンを、ベストセリングスパークリングウォーターインジャパンって書いてある、まあ日本はもう取りましたっていうことで、ここからね、世界に羽ばたいていきたいと思います。というわけでね、もう今日はね、久々の遠浅サーフってことで、こいつ、情熱フェニックスね、もう一発目から投入していきます。遠浅サーフの欠点としてはね、あの波足がこう結構あるんで、カメラがね、ちょっと中入っていけないんで、ちょっとちっちゃくなっちゃうんですけど、まあ、ちっちゃくても頑張りますんで、応援してください。お願いします。行きます。ヒラメじゃねえかなって当たりもあったんですけど、いや当たりが超しょぼかったんですよ。当たりが本当に竿先押さえるだけの当たり。あれ引っかかったかなと思って引いたらちょっと出たから気にしたんですけど、ね、
今日ね、ちょっと食い浅くないですか。弱いっす。弱いですよね。14g でしょ。 14g。 あー、やっぱ軽めがいいね。軽いからね、もしかしたら。軽めがいいけど、当たるの全部沖なんで、ちょっとドバさんと上がるんですね。ドバさんと上がらない、上がるっていう難しいとこですけど、池野さんはオーディアいやいやいや、今動画編集するときに何って思ってる。やりましたね、グッジョブ。グッジョブ。イチローさんがちょうどいなかったんですけど、いないと釣れる説証明してくれました。素晴らしい。結構いいサイズ。55はそこ見てないのか。どんな感じで分投げて、はい、でまあ、ちょん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 ってアクションしてきて、ちょっと待つみたいな。じゃあもうボトムからほぼ離してない。ほぼ離してないから、ボトムをぴょんぴょんしてる感じ。ボトムをちっちゃくぴょんぴょんしてる。もうマゴチの狙い方って感じでしたね。ちなみにだともうちょっと浮かした方がいい。浮かしてこう巻いたりとかして、でクイックヘッドに、はい、マーズのワームだったんですけど、はい、クイックヘッドよう飛ぶんですよ。 前のアイにつけると止まると、本当にめっちゃ飛ぶ時あるよね。ハマった時すごいもん。もう意思乱れずピューンって飛んでくんで、そうなった時も最高ですね。すげえと思います、はい。現場でいい情報を聞きました。経験者語る。たまたますよ。釣ったら一応語れるって権利が与えられる。まあ結果論としてね。僕らが立ってた位置がちょっと良かったよね。ちょっと良かった。当たりがね、集中したんですよ。ちっちゃい払い出しのところなんですけど、ベイト系はねなかったんで。もしだったらもっといい、全然ベストな場所があると思うんで、ちょっと見つけられたら、ね、うん、連発する可能性あるし、時間もあるかもしれないですから、マジですか。いることはいると思うんで、建設の1日になるんで。最初オードブルだから。あ、そうなの。オードブル前菜だから。前菜の次何よ。ちょっと下げといて最後ドーンってくるんですね。ああ、なるほどなるほど。まあでも見てる方もそうだと思いますけれどもね、結果論だったとしても釣れない人からしたらめちゃめちゃ参考になる。めちゃめちゃ参考になる。もうそれにしたいもん。ボトムプチョンチョンやって 14g、 これでいきます。情熱フェニックスに固執してたところあったんですけど、ちょっと情報を元にね、食いが浅いってことなんで、おとなしめの色に変えて、今21だったんですけど14に変えて、わらにもすがる気持ちでやっていきます。ですね、すげえ。ちっちゃいカンパチだ。たまたますけどね、青森なんで。いやいやいや、たまたま。でもまだいるかもしれないです。チェックとかやったら、結構大きいですか。いや、だってこれで届いてるぐらいなんで、560ですよね、多分ね。まあでも証拠出ましたね。素晴らしい、ね。静止画像になった。違いますわ。すいません、ちょっと黙ってたことがあります。何ですか。黙ってたことがあります。さっきちょっと案内してくれた服部さんも、はい、同じことしてました。はい、ここでかかります。山もかかったんです。さっきみんな走ってきた。同じことを、ね、そうだったの。もう僕何やったの。いやもう今日十分っす。何
スー君がヒット。なんだでかそう。え？やば。あれ怪物。怪物かこれ。伝説残そう。
投げたった。あ、投げたって言ったもう、下糸がないもんなんで、耐えられなかった。ボリュームだね、ボリュームだね。ボリューム。惜しい。みんな、協力してくれてありがとうございました。いや、ごめんなさい、撮れなくて。いやいやいや、惜しかったー、すげえ。熱いもん。あ、もうパンパンだ。多分、音声を通ってすいませんでした。ありがとうございます。すいませんでした。ありがとうございます。良かったよね、周りの人もちょうど。そうだね、協力してくれて。夢あります、ね、夢あるね。サーフは夢あるね。夢ある。まあちょっと夢が残ったなっていう、ちょっと安心した部分もちょっとあったり、すげえ複雑な気持ちです今。あれだけの走るのはほんまメーター30、40とかある大荷部クラスだと思うんで。いいもん見せてもらいましたね。いるんすよね。いるっすね。ポイントポイントで大荷部の話聞くんですけど、まあ、ここにもおるよ、ね、よく、まあ、有名なところで言ったら天竜とか、はい、あの静岡サーフもね結構アナウンスしてるのに、メーターにあるの。ボトムワインドで、すげえわ。あー、釣ってる釣ってる。すげえ。すげえ。それもヒットした時に切れてしまったこっち。あ、マジですか。腕入ったっすね。腕入りましたね。うわ、ギャロップアシストホールエディション。ギャロップアシストホールエディション。レコーダーと行きます。はい。ゴミ掃除をしてるんですよ。確かにイチローとダブルヒットじゃないの。まあ確かに青森だったら可能性ありますね。変な動きしてたからと思って。俺もそう思って走ったんですけどね。すいません、おめでとうございます。さすが。いや正直めちゃくちゃ今雰囲気なかったんで、そんな中やっぱ投げ続ければ魚は応えてくれますね。流れ石、流れ石ですね、うん、これが流れ石です。これぞ流れ石。秋野さんと行きたいと思います。お疲れ様でした。なんとかね、魚の顔を出すことには成功しました。まあちょっと僕に至っては魚を出せてないっていうのと、ただね、そんな悲観的ではないですよね。明日への目標ができたっていう。明日もね、また来ます。連チャンやな。次ね、待ってください、本当。